それで2つに紙を置きます。それからですね、こういう感じにして、で大体こうハサミでね、この幅を測って、でこういう感じにします。大体ね、ここまで切れば分かりますよ、何かをね。コアラって書いてますね。コアラなんですけど。それでですね、この顔の長さここになりますので、それをここに、まあここですね。ちょっとして、で、手を描くんだよ。描くように切っていくのがポイントなんですけど。コアラのね、マーチじゃないですけど、描くように切っていきましょう。コアラの例のお腹の部分ですね。それからこうして、コアラが確か尻尾はない消したので、まあこんな形ですね。そうしましたら、まあ、ここまた例のこと切りすぎない半分で。はい、これで完成です。ここは止めるわけなんですけれども、違いは違いですね。それで鼻はね、ここね塗ってもいいですからね、グレーに、これ折り紙のグレーで作ると楽ですよ、そしたら鼻だけ白くなって、鼻だけ黒かと塗ってあげると、後ろはこんな感じで